昔河内の国に大変なわがまま娘が住んでおりました。ご紹介しましょう。ミス・エゴイスト・プリンセス・ハスキー。うちは河内のわがまま娘やオイエイエゴイスト。うちのわがまま天下一品オイエイエゴイスト。あれいやこれやだ、春から冬までああしてこうして言いたい放題やりたい放題。これが河内の、これが河内の、これが河内のわがままロックンロール。かぶりなさい。はあ？からかぶりなさい。さしも草深くぞ頼むカンゼオン。誓いのままにいただかせぬる、誓いのままにいただかせぬる。なんやなんやなんや、あれ取れへん、おかんこの鉢取れへんで、どないしよう、おかん、おかん、どないしたん？死んではるがな。親の因果が子に報い、本当に大切、子供のしつけ、礼儀あらたかはせ観音の不思議な力では近づき。Princess of Bornhead, Princess of Bornhead, お鉢をかぶったお姫様。Princess of Bornhead, お鉢をかぶったお姫様。近づきがいなくなったら、それとは知らぬ八かづき。べべん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 。淀の川風たもとに入れて、八に隠したその心。哀れかづきの定めやいかに。はあ。べべん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 。流れ着きましたる里は山陰の三味の中将と申されるお方の治めるところ。怪しの者と役人に捕らえられたる八日月。お知らせの場へ引き出されましたが、国師である中将様のお情けにより、屋敷で湯戸の晩、つまり風呂炊き女として召し抱えられることとなったのでございます。さて、この中将様に若君が一人あらせられたのでございますが、この若君、当節流行りの引きこもり。お風呂に入られるのも皆が寝静まった真夜中というのでございますから、まったく恥ずかしがりもここまで来るとかなりはた迷惑でございます。ねえ八日月。はあ。お前はいつも静かだね。はあ。っていうか眠いね。よー、風呂釜の火は燃え上がりよー、恋の炎も燃え上がるやーは、心に秘めた若君の葉月に寄せる恋心、日を追うごとに募りゆき、色に出にけりしのぶれど、ついに若君意を決し父君の前に進み出て、八日月と結婚します。思いもよらぬ成り行きに父にあんぐり口を開け、噂はたちまち広がって広い屋敷のここかしこ、上を下への大騒ぎ。はあ、こりゃ大変。見合いの相手と申しますのが、お母様早く早く。ママ、お姫ちょっとお待ちなさいな。お母様そんなに早く歩けませんことよ。お母様、弥生姫生きていたのね、八日月。正式に縁談がまとまりませぬうちから若君に顔を見られるのが恥ずかしいってなことを言いよりましたでね。それにあちらの方もあんな鉢をかぶって顔を隠しておられますし、あれ、その声はわー、でもなんだか声の調子がおかしくなっちまったぞ。これを見るに見かねた親方がお茶屋のおかみさんを通して千早はんの気持ちを聞いてみた。せやけど運命ゆうは残酷なもんで、この千早はん生理的にデブがあかんお人やったんです。ついに竜田川はん千早はんに振られてしもた。ああ、さっくり気落ちした大関はとうとう関取を廃業してしもて、国へ帰って豆腐屋にならはりまして。なんで豆腐屋？普通はあちゃんこ屋でしょうね。国のご両親が代々のお豆腐屋さんやったんです。そして10年という年月が流れてむむすあが何？いや、お勘定がどないしたん？いや、この壺六文でんねん。これ六文やろ？分かったれがな。それが金が三文よりほかおまへんねん。何を言うてんねん。先にお金で三文渡したるでしょ。それはまだここに持ってます。ほいでこの一回りよ、三文で下に取る言うたんと違うの？この一回り、あっこれがおましたんやな。ああ、これをコロッと忘れとりました。分かったらそれでええねん。ほなさいなら。すんまげん、お客さん、もういっぺんお戻りを。お勘定がややこしいことになってます。なんやの。お金が3文でこの壺3文、この壺をなぜか入れたくない。お金が3文でこの壺3文、これは一体どういう壺やったんかいな。3文で6文、由来わかるやろ。3文で6文になるのは当たり前。わかった。あんたこのツボただのツボやと思っとるやろ。え？このツボいつまでもただの壺と違うえ。売り物と違うの。これが本当の思う壺。あなたの方は大丈夫なんでしょうね。ご安心なさってお母様。私の魅力にメロメロの殿方なんて。3人どころじゃございません。まあさすがですことやよ姫。それでこそ私の娘。生まれついてのこの美貌を、花も恥じらう美しさ、八日月な目じゃないわ。全然相手になりゃしない。だって私たちはビューティービューティーマザーエンターテインメント。完璧な美人なんか？いえ別に。せやったらなんでそんなん掘ってしまってどっか行ってしまわへんの？どこか。そのちび今何してんねん。船を探すとか申してあちらの方へ。あ、ほな今がチャンスや。全速力で走ったら一寸のちびには追いつけへんやろ。でもどこへ？どこかでええわ。東北でも九州でも。おと話の世界では誰もがつられたお人形。人の動きに身を任せ、ゆら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 とお花嵐の中で揺れてます」「糸でつられたお人形か」「偉そうなこと言うたけど実はうちかてそうなんや」「こんなんかぶせられて川に突き落とされて」朝から晩まで風呂炊きさせられて、とどのつまりが嫁入り試験や。うちほんまは何がしたいんやろ。自分のパートナーぐらい自分で決めな。誰の人生やら分からへん。違う？まあ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 、とにかく危険っちゅうことでございますだってね。決めました。姫、お母様。八冠が僕の妻です。待て。君の心を愛するのだから。私も草深くぞ頼む観世音。大願成就を差し立て祭る。大願成就を差し立て祭る。和樹姫と若君は末永く幸せに暮らしましたとさ。めでたしめでたし、終わりよければすべてよし。